そう、2日目の朝です。1日あればこんなもんです。ぐちゃぐちゃやね。2日目の朝はホテルの朝食バイキング。めっちゃいろんな種類があってワクワクしてくる。これが私たちの朝ごはん。これが私で、これはマスオ君、そしてラーメン付きなのがマネージャー。さて本日はね、カトンからスタートです。自分で言っちゃってるけど人気の店、サンギッパーカトンラクサ。このカトン地区はプラナカン文化が見られるとことして知られています。おしゃれな雑貨屋さんの隣には、あ、スイーツだ。ここには日本では見ないようなお菓子がいっぱい。じーっと見てると、試食してくかって陽気なおばちゃんが声をかけてきた。ココナッツ、クルララいただきます。うまい。中がシャキシャキしてて、で周りがお餅みたいなやつ。うまっ。やっぱ甘いもんはいいね。うまいわこれ。ちまき。どんなちまき？Can try? Yes. Thank you. Thank you very much. じゃあこれいただきます。なんか日本よりもっとなんかもちもち感が強いこれ。Good. おいしい。あ、日本語喋れるちょっと。おいしい。カズ旅。待って、リトルインディアに突入しましたよ。はい、ちょっと時間が余ったんでリトルインディアの方にやってまいりました。やっぱね、ちょっと空気感がね変わってきてます。次はインド人が多く住むインド人街に行ってみた。すごい、チョコだけで3、4列ある。チョコだけでも10列、20列ぐらいある。衣料品もあるし、スナック菓子もあるし、この可愛らしい化粧品なんて10ドルから30ドルぐらいで買えちゃう。スパイスも見入ってみたけど種類がありすぎてわかんない。で、みんな個人的に力いっぱいお土産買ってきました。あー眩しい。さあ次はインド人街から、次はアラブ人街にやってきましたよ。カフェもあるが、とにかく布がいっぱい売っている。でもここに来た理由はここ、ジャーマルカズラアロマティックス。ここは日本人女子からも人気のあるエジプト製香水瓶屋さん。素敵、ライオン。香水は単品でもいいし、混ぜていろんな匂いを作ってくれたりもします。 I give you OK? この人がこの店のオーナー。気分が良かったりいっぱい買ったりすると結構おまけもらえたりします。ベリベリ、シュークロン。カズ旅。すごい、右手のお寺、すごいことになってる道路が。はい、今回は次はチャイナタウン。今日はなんかバタバタといろんなとこ移動してるね。チャイナタウンはその名の通り中国人がいっぱい住む地域。路地にはお店がいっぱい並んでいて、平日の昼間でもすごい人がいました。究極のチャーハンなんですよ。究極のチャーハン、はい、今回はこのチャイナタウンで有名な究極のチャーハンが食べれるお店に行ってみた。もちろん究極のチャーハン注文しました。うまい。でもガイドさんが一番おすすめするのがこれ。じゃあいただきます。これ炭焼こそ。うまい。あまりにうますぎたので、はい、バク停のほど買って帰りました。カズ旅。夜はね、夜景が綺麗ということでやってまいりました。そして2日目最後に来たのがこちら。ここはシンガポールでも一番高い場所にあるバー。夜景がすんばらしいらしいので今回予約して来てみました。はい、I have reservation. Japanese YouTube? Yes, yes. YouTube です。ここでは軽く一杯飲んで夜を待つことにしました。よかった。
やっぱね、あのシンガポールは、まあ、昼いろいろね、僕も昼いろいろ楽しかったけども、夜一番楽しいかもしんないね。ここはねちょっと予約が大変みたいだからさ、もし行くときはあの日本からでも予約して行ってみてください。すごい、ちょっと映像から伝わらなかったかもしれないけど、すごかった。もう涙出そうな。これがね、今回の僕のシンガポール、めっちゃ良かった。まあ次奥さんと来ます。皆さんもよかったら来てみてください。